どうも、SSC コンサルティングの月浦です。お疲れ様です。あなたがもし、Twitter とか Facebook に全力投球してるんであれば、それはやめましょう。うん、全力投球はダメです。全力投球するのは、YouTube と、ブログと、ホームページです。ね。それ以外に、それ以外の、要はネットコミュニティ、SNS サイト、コミュニティサイトに全力投球しちゃダメなんですね。それはなぜでしょう。それはなぜかというと、あれです。あなたがたとえ2000文字とか3000文字のレベルで、それなりのね、記事を Facebook に投稿したとしても、それって、Google からはインデックスされないじゃないですか。要は検索結果に反映されないってことですね。残らないんですよ。要は日々有益な情報を Facebook で発信してたとしても、まあそれはね、瞬間的にいいねとかいっぱいついたりするかもしんないですけど、でも流れていっちゃうものなんですね。それに比べてブログとか、YouTube とか、まあホームページとかはどういうものかっていうと、書けば書くほど、投稿すれば投稿するほど、そのコンテンツがどんどん積み重なってって、で、それが Google からね、インデックスされると。検索エンジンに乗るっていうことですよね。これどっちがいいかって言ったら、明らかに Google に残った方がいいわけじゃないですか。だから Facebook でめちゃくちゃ頑張ってる人とかいますけど、めちゃくちゃ頑張るのは Facebook じゃないですからね。それはある意味逃げなんですよ。頑張ってるつもりみたいな。頑張るべきなのは YouTube か、ブログか、ホームページか、もうこの3つなんですね、ネット上でやるんだれば。残るものを頑張りましょう。そうすると、歴史がね、経てば経つほど、昔のコンテンツっていうのは評価が高いから、基本的には。だからその検索結果にあなたが書いたブログとかがね、上位表示される可能性も出てきますし、いろんなそのプラスがあるわけですよ。だからね、Facebook を本気でやるのは良くない。例えばあなたがブログに何かしらの記事を書きました、その記事のトップフィみたいなやつを Facebook に貼ったりとか、Facebook にリンクさせたりするのはまあ OK ですね。 Facebook の扱いってその程度じゃないとダメなんですよ。まさかと思いますけど、 Facebook にオリジナルのコンテンツ、要はブログ記事みたいな Facebook 専用記事とか書いてないですか？大丈夫ですか？それめちゃくちゃもったいないですよ。オリジナルの記事書くのはネット上に基本的には永遠に残るやつです。ブログとウェブサイト、ホームページと、まあ YouTube の説明文とか、あの辺はまあまあまあね、半永久的にあり続ける、残り続けるものじゃないですか。そういうのに全力投球するんだったらいいんですけど、それ以外の流れていくものに、ね、全力投球したって、結局積み重なっていかないじゃないですか。だからダメですよ。LINE で稼ぐ方法みたいな。LINE なんて水で流れていくものの最たるものでしょ。僕 LINE でグループチャットだなんだとかやってないから何とも言えないけど、僕だったらね、何かコンサルするにしたって全部コンテンツとして積み重なるようなやり方をやりますね。例えばブログの記事に対してコメントを書いて、それに対してコメント欄で返信していくようなコンサルティング。それだったらコメント増えれば増えるほど、そのね、ブログ記事であったり YouTube のアップロード動画であったりの評価って上がるんですよ。コメントが多ければ。そういうやり方をしたい。だからなるべくだったらメールコンサルもしたくないので、もったいないから、だからブログのコメント欄コンサルみたいなのが一番いいんですよ。そうするといろんなビジネスワードが応酬、ビジネスワードの応酬になるでしょ。質問もビジネス系の質問だし、回答もビジネス系の回答してるんだから、要は
そのブログ記事の文章量っていうのが Google から見たときに簡単に言うとですね、ものすごい文章量になってくるんです。でいろんなビジネス系のキーワードがバンバン入ってくるコメントがたくさんあれば、それの検索順位って普通に上がるじゃないですか。だそういう形をやらないとダメじゃねって思うんですよ。だから LINE のなんとかとかって、まあ今ね2014年の、3月の初めですけれども、最近そういうね情報商材とかありますけど、まあいいよ、勉強する分にはいいんじゃないですか。ただ LINE は流れていくものの典型例じゃないですか。流れていくものに全力投球しないでくださいね。蓄積していくものに全力投球しないと資産にならないですよ。ブログとかホームページっていうのはある意味ね、不動産投資みたいなもんですから、それがある限り自動的に集客してくれてね、まあ自動的に売り上げにつながるみたいなことになるものがそれじゃないですか。ブログとかホームページとか YouTube もそうだし、それをやらなきゃダメなんです。だからまあね、経験としてね、そういう LINE で集客する方法とか Twitter で集客する、 Facebook でなんちゃらとかはやってみてもいいと思うんですけれども、それをねやり続けるというか、それで成功するっていうのは思わないでください。間違っても僕がどうしてこういうところに今ここまで来てるかっていうと、今からね4年ぐらい前になるのかな、それに気づいたんですよ。で僕らの時代っていうか、僕が一番最初やってたのはグリーン、ミクシー、モバゲー、この3つで集客してたんです。でグリーン、ミクシー、モバゲーっていうのは結局閉鎖された世界でしょ。要は Google にインデックスされない世界じゃないですか。検索結果に乗らないんですよ。例えばみんなが知ってるんだったらミクシーで言いますけど、ミクシーでコミュニティ作ってね、でいろんなトピック立てて、でいろんな人の質問に無料で回答しまくってたんですよ。で散々無料で回答 してすごい専門的な知識とかも無料で教えてあげて、でそのなんだ掲示板に書き込みまくってね、でそうするとわこの人すげえなっていう風に思われて、直接コンサルしてほしいんですけどっていう人が出てきて、で実際にそこからお金をもらって本格的に直接コンサルするっていうところから僕ら始めてるんですよね。でそれね、やってる時はやったと思ったんだけど、結局ね廃れたんですよ。グリーもモバゲーもミクシーも、皆様ご存知の通りですね、完璧にオワコンですよ。あの時代は良かったね。あの時代は良かったよ、本当に。Google じゃねえや、モバゲーとかミクシーとかグリーとかも、正直入れ食いだったからね。で、そんな時に、まあね、そこで、最初、モバゲーが腐り始めたんですよ。ミクシーの前にモバゲーが終わり始めたんですよ。要はどういう意味かっていうと、無料ゲーム出てきましたでしょ。無料ゲームが出てきちゃったから課金ゲーですよ。無料ゲーが出てきちゃったので、ねユーザー層が低年齢化して、正直リアルな話申し訳ないけど、悪い意味で言ってるんじゃなくて、レベルの低い人たちしかいなくなったんです、モバゲーには。だから一切そういうことできないし、なんつうの、まあね、どれだけ有益な情報を発信してもそれを理解できる人がまず少なくなって、当然ねその無料で課金ゲーしてる人たちばっかりの世界になっちゃってましたから、そういう人たちがね、じゃあお金を払って何かコンサル申し込もうっていう前向きなマインド持ってるわけないじゃないですか。で終了ですよ。であれだけねモバゲーで作りまくったそのコミュニティとか、まあモバゲーではサークルっていうんですけど、あれが結局はね、今はまあサークル自体残ってますけど、完全にねあれですよ、まあオワコンですよ本当に。
それがミクシーもそうなり、グリーもそうなって、僕ら一瞬終わったんですね。でそっからやべえこれもう終わったじゃんと思って、何しようかなと思った時に、僕らにはまだね、その4、5年前っていうのはブログだなんだのノウハウっていうのがなくて、じゃあね、同じようなコミュニティ的なね、 SNS サイト的なものは他にないかって調べた時に、 Facebook と Twitter と YouTube っていうのが残ってて、で僕はあれなんですよ、そのミス、ミクシーグリーンもバゲーでやってしまったミスですよ、廃れたらもう完全に今まで積み上げてきたものが全く意味のないものになってしまうっていうミスを犯さなくて済むのはどれかなと考えた時に YouTube しかないじゃないですか。 Facebook も Twitter も廃れますよ、あれ当然。 LINE だって当然廃れますしね。でもまあね、 Google 今やね、検索エンジンをほぼ独占状態のその Google が廃れるっていう可能性は若干少ないじゃないですか。っていうか Google がなくなったとしても、まあね、検索エンジン上でその何かしらの検索エンジンっていうのは常に世の中に残ってるわけですから、その検索エンジンにインデックスされるようなものを蓄積していかなければならないので、あ、だったら YouTube だなと。 YouTube はインターネット上にオープンで公開されてるじゃないですか。普通にGoogle でも Yahoo でもいいですけど、検索して、YouTube ビジネスとかで検索すれば、検索結果に動画っていうのはずらっと出てきますでしょ。要は蓄積されてるんですよ。あ、これだなと。Facebook、Twitter は流れるなと思ったので、YouTube やったら、まあ大成功みたいな感じなんですよね。このチャンネルじゃないですよ。このチャンネルはまだ大成功っていう感じではないですけど、今大成功に向けて頑張ってる中ですけどね。僕のもう一つ、もう二つか。もう二つのチャンネルは大成功なんですよ。まあニッチなジャンルなんですけど、多分そのニッチのジャンルの中では、もうおそらくっていうか間違いなく一番なんですよ。だから完璧にまあ、儲かってるって言い方あんまりしたくないけど、まあたくさんのね、チャンネル登録者さんたちに、喜んでもらえてるという状態ですね。だから YouTube とかブログとか Facebook とかそういうものやってください。流れないでください。流されないでください。そして流されちゃうコンテンツを垂れ流しにしないでください。もったいないですよ。ただ垂れ流してるのは本当にもったいない。それを貯めていけば貯めていくほど Google とか Yahoo も Google ですけど、もはや検索エンジンはあれ中身 Google ですからね、 Yahoo も。そういうのがに、なんていうの、残るようなものを考えてってくださいよっていう感じですね。はい、まあ今回はそんな感じです。以上です。 SNC コンサルティングのスキルでした。すいません、なんか終わり方が突然で、終わりが唐突に来るみたいなね。はい、お疲れ様です。失礼します。